お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、久しぶりの、ま、実写動画になります。<laughs> で、ま、今日はあの、報告があるということで、ま、実写動画なんですけど、ま、その報告というのがですね、えー、とですね、昨年、てかもう今年もあのクララリーグがあるというわけで、えー、昨年は僕はあのファブゲーミングの方で、 やらせていただいたんですけど今年は、えー、ポノスとして、まあ、やっていくというわけで、まあ、ポノスに移籍しましたという報告になりますまあそれだけです <laughs> なんですけどまあそのなぜファブ辞めちゃったのというかなぜポノスに移籍したのっていうんか多分一番皆さんが 思思ってる多,分多いと思うんでまあそれとかまあポノスがどうなのとかうーんまあなんだろうまあ大まかには本当になぜポノスに,に行ったのっていうのをまあ具体的に話しつつまあどうしていきたいかとかも、はい、今後どうしていきたいかとかそういう目標とか、まあ、そういうのも。 話していければいいればなと思いますというわけで、まあ、ゃるの僕、マジ苦手なんですよ。<laughs> マジ苦手なんですよ。ケンツはあの、ケンツはえぐいぐらい、しゃべるのマジすごいんですよ。あれは、ケンツは本当にトーク力すごいんですけど、僕あの喋るのマジ苦手なんですけど、頑張ります。<laughs> はい、頑張ります。もう、監督に、もう、先に言っちゃうと、ポノスのその監督が、フチさん。 フチバイセンになったんですけども、フチさんね、ラットも早く、ポノスに移籍しました動画出せよって <laughs>、せかされたんで <laughs>。まあ、もともと、もともと出そうと思ってたんですけど。はい。はい。というわけで、えー、というわけで、まあ、早速、あれですね、まあ、一番、みんなが気になっているあろう、なぜ、 ポノスに移籍したのですかという、まあ質問なんですけど、まあ質問というか、はい、理由なんですけど、そうですね、簡単に言うと、すごい簡単に言うと、僕が強くなりたかったからです。はい、本当に、それだけです。本当に、本当にそれだけで、えっ、ー、と、まあそれがどういうことかっていうと、その、まあ僕の目標が、 個人としての,そのクラロアのをする上でのすごい目標がありまして、まあ、ただ遊びでやってる方もいますし、まあ、結構なんだろう、まあ、好きでやっているとかもあるでしょうけどその僕の目標がその一応世界大会に行きたいっていう目標そしてまあ世界1位世界の頂点 に立ちたいっていう、まあ、目標がありまして昨年そのクラロワリーグもクラロワの世界大会うーん、まあ、クラロワリーグもあって世界大会もあったんですけど、まあ、昨年あとちょっとで届かない届かずというわけで行けず、えー、その前にも一昨年ですね一昨年はすごい個人戦だったんですね個人戦だったんですけどその個人戦 でも、まあ、あとちょっと気持ちあとちょっとでのところで、まあ、僕は世界大会行けずっていうので、まあ、その世界大会の、まあ、個人戦ではあったんですけどその、まあ、世界大会の様子とかを YouTube で見たりして、まあ、それで僕の目標ができたわけなんですけどその世界の舞台で立ちたいっていう目標ができたわけなんですけど、まあ、その目標に向かうにあたって やっぱやるからには本気で、まあ、ガチで僕結構徹底的にやりたいタイプなんでなんですけどそのじゃああれですね空調がうるさいんですけど多分だから電車の音かがうるさいんですけどそれは申し訳ないですなんですけど、まあ、あのチーム戦なんですね今クララ自体がそのリーグとか世界大会とかがなんですけどそのチーム戦 でまあやっぱクララ自体が個人のバトルなんでやっぱ自分自身がやっぱ強くならないとそのなんだろう、まあ、誰かチームメイトのおかげで勝てたとか、まあ、誰々のおかげで世界大会行けたとか世界勝てたっていうのもあるとは思うんですけどやっぱ自分で勝ちたいじゃないですか。 その目標があるからにはやっぱ自分でその勝ちを取りたいとか自分が勝っていけたとかやっぱ自分が勝ちたいっていうのがやっぱあって、まあ、そのためにはやっぱ自分がやっぱ強くないとやっぱ勝てないそのやっぱ世界大会と世界行きたいとかもう世界一取りたいとかやっぱみんなみんなそう思ってるわけですから。 多分思ってる人も何千人何万人何百万何千万人多分いるわけですからそれはまあなんだろう <laughs> なんだろうどう言ったらいいかなまあやっぱそう簡単なことではまあないわけなんですねまあそれはもちろんもちろんそうなんですけどそれはもう数人しかなれないわけですからまあでまあそこに向かうにあたって やっぱ自分が強くならなければならないなと、もうめちゃくちゃ思わされましたね。昨年1年通して、なんなんか、なんでこんな勝てないんだろう、もうそのめちゃくちゃ思いましたし、なんかあと少しのところで勝てないとか,なんか、なんでデッキの判断とか、なんで俺はこう、なんでこれ使ったんだろうみたいな。 まあ、その時はなんかこれだなみたいな思ってるんですけど、後々考えた時に、なんであの時あのしあしたんだろうとか、もう無限に考えましたし、なんかあそこで勝ててればなぁみたいなのもやっぱありましたし、その責任を感じたりとか、やっぱ自分が強ければ、まあ、もっともっと結果は絶対変わってたんで、まあ、もっと強くなりたいと、まあ去年1年通して、まあ、 思わされたというか、まあ、海外のプレイヤーとか、まあ他の日本の選手ともやって、味は、味や味はされましたね、はい。で、まあ、その、それにあたって、ポンスは、まあ、実際に昨年、世界大会を経験し、まあ、経験してるっていうか、まあ、経験、っていうか世界大会出場されるイコール、まあ、それだけ強いですから。 ここでしかも実際に世界を経験してますから、その分のやっぱ僕とかよりも、圧倒的に技術、プレイ面も上ですし、まあそういう考える、その考えることっていうのは僕すごい大事だと思って、まあ技術もすごい大事なんですけど、そのどういう考えからそういったとか、なぜそう判断したのとか、まあその、なんで考えてることとか、まあプレイ以外での、 部分をもっともっと僕は知りたいなというか勉強したいなと思って、まあ、今年はポロスに参加させて加入させていただきました。なんでうーんまあそうですね。<laughs> まあそうですはい。そういう感じですね。そういうことです。なんで まあただ僕が強くなりたかったっていう、まあ、わがままっちゃわがままですけど、まあ、そういう感じですね。なんで、今年は、まあ、去年、すごい負けちゃったんですけど、まあ、応援してくださった方とか見たんですけど、まあ、全然期待に応えられず、といった形だったんですけど、今年は、マジで、マジでもう、あれですね、勝つんで、 勝ちますもうはい勝つので、まあ、是非、まあ、楽しみにしていただけたらいいなというか、まあ、応援してもらえたらいいなと思いますはい本気で本気でまあそれ去年ももちろん本気ですけどなんか昨年みたいなすごいまあ恥ずかしい姿っていうわけじゃないですけどまあなんだろう負けの姿を本人は見せないので。 ぜひぜひ応援してもらえたらいいなと思いますはいみたいな感じですかね <laughs> 一応まあその経緯とかはそんな感じなんですけど一応ポノスのメンバーを紹介すると監督としてフチパイセンフチさんで選手としてミカンさんとあとはテンゴトあとホーンズニキカコラエキさんですね ライキさんです。ライキさん、テンゴット、ミカンさんと僕とあと新しくコタ選手がいるんですけど、まあコタは、まあ僕とテンゴットと同い年で、まあコタはあの、レッドブルっていう大会があって、それで日本一になって、えー、で、まあ世界大会行って、もしくも敗れたっていう形なんですけど、まあ新生ですね。新 <laughs> 生です。なんで、まあ楽しみに。 してもらえたらいいかなと思います。なんで、まあ、ポノスであったり、まあ、他の日本チームとか、すごい応援してもらえるといいなと思います。まあ、僕はポノスに今回は所属してるんで、ぜひ、はい、まあ、僕たちの応援してもらえればいいかなと思います。というわけで、まあ、こんな感じかな。<laughs> なんか何話したらいいのかわかんないよ。まあ、 まあ焼き鳥、結構 SNS で、ツイッターかな、メインで、焼き鳥との 2V が見えれなくて寂しいとかめちゃくちゃ言われてますけど、まあ僕もちょっと寂しいですよ、それは <laughs>。それはね、やっぱ約1年間、焼き鳥と 2V2 をやってきたりとか、まあ一緒にワチャワチャやってきたわけなんで、まあそれはちょっと寂しい、寂しい思いはありますけど、今年は、まあ、まあ良きライバルと言いますか、 まあ敵って言い方をするのはなんかしっくりこないですけど、まあ、対戦相手としてまあ良きライバルとしてかなはいお互いに高め相手とやっていけたらいいかなと思いますいなんでまあもしかしたら焼き鳥 VS ラットとか、まあ、ケンツ VS ラットとかあるかもしれないのでぜひねそちらも 楽しみにしていただけたらいいかなと思いますなんで、ぜひ、応援の方をよろしくお願いします。では、まあこんな感じですかね。喋るの大変ですね、結構。ふ <laughs> ふはい、というわけで。えぇ、ー、ちょっとあれですね、ちょっと内容が固まってなさすぎて申し訳ないんですけど、まあ 聞いてくださりありがとうございました。お疲れ様でした。